皆さんどうも、おごめん、大分の高千穂館です。今回はですね、アイドルハロープロジェクトの話題でございます。まあ、ハロープロジェクトのこのですね、ファンクラブに入ると年に 3,4 回、ファンクラブの開放誌ハローマガジン、ハロマガが送られていきます。今回2021年冬号、1月末から2月の頭にかけてですね、届いたものがご紹介ですねをいたします。まあもちろんそのファンクラブの特権ということで中身はすべてご紹介いたしません。まああくまでもこういうまあ内容目次があって、まあそれを見た私の簡単な感想をご紹介させていただきます。まあ一人でも多くの皆様にですね、ハロープロジェクト、そしてこのまあファンクラブにご興味を持っていただければという思いでご紹介いたします。それではお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、このハロマガも早速、まあ実際手に取りながら、ご紹介いたします。基本的には、2020年の秋のですね、と冬の活動についてご紹介されています。全部で9項目でございます。最初に、アンジュルム新メンバーが入りましたので、新メンバーの紹介、いろんなまあ質問、10個の質問に答えてですね、新メンバーがを紹介しております。川名凛ちゃん、為永しおんちゃん、松本若菜ちゃんと、まあ、非常にですね、アンジュルムの新メンバー3名ですね、非常にもうポテンシャルも良くで、結構キャラも濃くてですね、歌もダンスもできて、でビジュアルも良くて、もうかなり、もう人気でございます。もうね、アンジュルムとですね、ハロプロの未来は明るいなというふうに感じております。まあ、個人的にはですね、為永しおんちゃんがまあ一番ね、この3人の中では推しております。この間のハロプロの熊本公演最前列で、目の前で見させていただきましたけど、もうね、もちろん研修生の期間もあったんですけれども、もう歌とやっぱもうダンスが、もう持ち前のダンスがもうキレッキレで、そしてこう眼差しキリッとこっちを見るのが目が輝いててかっこいいなというところで、為永しおんちゃんも好きですし、で、あと私のまあ一緒によく交流するハロプロのですね、カイディ推しのメンバーですね、もう松本若菜ちゃんがもう最高だと言って、昨日もちょっとそういう話をしました。で、私川名凛ちゃんもね、このケロンヌもね、もうブログが面白くて、で加入当時から5キロ痩せてですね、さらに磨きがかかってて、とてもね、楽しみなメンバーでございます。で、続きまして、ハロプロのですね、東急、ホテル東急さんとですね、コラボされてます。こちら、コンセプトルーム、宿泊プランのご紹介も出ております。YouTube の公式動画でも上がっておりますけれども、モーニング娘。2-1 の石田あゆみちゃんと、そしてアンジュルムサブリーダーですね、川村あゆみちゃん、まあ石田あゆみちゃんもサブリーダーですけれども、実際にこのコンセプトルームにですね、こうハロプロとコラボしても、いわゆるお抹茶はリッチですよね。いろんなですね、随所にハロプロのグッズやですね、これなんていうか巨大なポスターというかがお出迎えしたりとか、メンバープロデュースの料理、そしてビデオとかですね、本当いろんなもうハロプロ好きにはたまらないですね、内容でございます。まあ、九州でもねやってほしいんですけれども、これね行きたかったですね。本当ハロプロ好きはたまらないですし、まあ、これいつかですね、個人的にはディーンバージョンでもやっていただければなというふうに思っております。続きまして、ジュースジュース、ね、卒業されました宮本かりんちゃんさんのですね、ファンクラブイベント、そして、宮本かりんちゃんとですね、ジュースジュースのメンバーとの思い出の写真集の、ページがございます。いやー、これね、宮本かりんちゃんと、まあ、次紹介します船木むすむちゃん、もう本当卒業しちゃったんだなっていうところがですね、まあちょっと寂しいところもありますし、まあね、いよいよ新しい道が、歴史が始まったなという感じもしております。で、チャンさんのですね、バースデー、失礼しました、武道館公演のね、レポートの動画も撮っておりますので、皆様ご覧ください。で、相変わらずですね、この間かりんの全部というスカパーのですね、かりんちゃん丸ごと1時間かりんちゃんの番組見ましたけど、相変わらずこう元気で、そして変態で妄想族というところですね、まあ、褒めてますけど、でやっぱこのかりんちゃんね、その、まあ、DIY もねそろそろやってほしいなというところもあるんですけど、ある意味ね、ある意味オタク側の人間に近い、そういうキャラでいてほしいなというふうに思っております。で、続きまして4番目がアンジュルムを卒業されました船木むすむちゃんのファンクラブイベントと、そしてまた船木
娘ちゃんとそのアンチュームメンバーのそれぞれの思い出、新メンバーもですね、一応コメントを寄せております。いやー、娘ちゃんもね、まあ、一回だけ大阪のハロコンで見させていただきましたけど、このちっちゃい体で、ね、大阪で生まれたって、パワフルな歌がですね、本当にすごいんですよね。一人で雨の森川海のガールゾーンも歌われるぐらいパワフルな、方ですけども。いやー、泣き娘ちゃんもね、ほんと惜しい逸材でございます。キューティー娘たんとかですね、本当にアイドルですね、ももちーずもついてますし、実際かっこいいパフォーマンスもできますし、で、私最近ハマってるのが、フナッキーがですね、反抗期を迎えている、動画ですね、盆栽の父親とこう喧嘩してるところですね、あれがね、本当にね、可愛らしいなって今更ながら思いました。ね。まあこれからのね、前途も祝したいと思います。で続きまして5番目ですね、10月10日、ジュースジュースの日ということで、ジュースジュースの、イベントがね、ご紹介されました。ポイントはですね、この9人でのジュースジュースというところですね。この日でですね、井上レイちゃん、レイレイがですね、ジュースジュース正式に加入して、ファンの皆様で、ジュースジュースとしてのパフォーマンスを初披露された日だったと思います。で、宮本かりんちゃんも本来なら6月に卒業だったところが、まあこういうコロナ禍の事情で、まあ12月に卒業になりましたけど、ということもあって、この貴重な9人のジュースジュースのパフォーマンス、ね。で、結局、早速ですね、もうレイレイもボイスパーカッションとかで、活躍もされてますしね。いや、まあ余談ですけど、この間もその熊本春子の最前列で、まあジュースのメンバー見て、特に井上玲ちゃんが最後エンディング目の前にいましたけど、ほんとね、スタイル良くてですね、もうずっと見つめてました。恥ずかしかったですけど。ね、またジュースジュース、今度3月にダウンタウンと頑張れないよという新曲が出ます。ダウンタウンはですね、以前もご紹介いたしましたが、まあ、シュガーバイブさんの曲ですし、私のもう一つ好きな男性のバンドですね、ディーンも、この間1月にカバーされました。ぜひですね、いつか、ジュースジュースとディーンがですね、コラボされる日を願ってます。そのつなぐのは私かもしれません。続きまして6番目、モーニング娘。2-1 のですね、15期メンバーの1周年イベントでございます。祝一期一年ですね。いや、このね、先ほどアンジュルムの3人も、もうかなりの逸材だと、未来は明るいと申し上げましたけど、このね、15期もね、かなりの逸材です。こうよくファンの中で言われているのが、3人加入の期はですね、かなり大当たりだということで、まさにこの15期も3名でですね、北川梨央ちゃんが高校2年生で、岡村穂前ちゃんと山崎芽衣ちゃん中学3年生、いいバランスでですね、本当面白くて、で、それぞれキャラをこう持ち始めてますよね。で、歌も皆さんね、3人とも上手くて、ダンスもこう、それぞれ味があってですね、結構仲良くもね、これからなってきて、モーニング娘。の未来もかなり明るいなと思います。で、この3人とね、アンジュルムの3人がこのハロプロをですね、どんどんこれからも引っ張っていってほしいなというふうに思ってます。続きまして7番目、ビヨーンズのですね、こちら舞台ですね、アラビヨーンズナイト、演劇女子部でございますね。ビヨーンズとね、言えば演劇性を取り入れたですね、一風変わったアイドルとしてもかなり有名になっております。ね、レコード大賞新人賞ですね、最優秀を取りましたメガネの男の子もですね、それぞれに配役があって、で、セリフもあって演劇仕立ての楽曲になってますし、今回ですね、この舞台もですね、まさにこの演劇女子部ですね、ビヨンズらしさを出しております。まあ、ちょっと残念ながら私は行ったことはないですけれども、ハロプロのお宅にですね、行ったことある方のですね、感想の動画などを見ると、これもかなりいいと。これ見なきゃ人生損するということで、このね、アイドル、ハロプロ結構舞台もやっておりますけれども、こう歌やダンス以外の、この演劇というところは確かに私もですね、興味がありますし、これ見たら多分また視野が広がるとか、楽しみが増えるのではないかなというふうには思ってます。またビヨンズはですね、近々、眠れる森のビヨという、演劇に舞台にも挑戦をされます。そして3月の3日にですね、新曲も出ます。ね、
あの、ナウナウ人間とか、リッカララブ、こんなはずじゃなかったと言って、非常にまあどちらも、三つとも結構やっぱり個性派なですね。そしてメッセージ性もある、面白い楽曲になっているようです。あの、リビスタのサイン会も楽しみです。私はね、あの、島倉理香様を、まずは買わせていただきました。さあ、追加メンバー買おうかな、ちょっと悩んでおります。続きまして、8番目、クリスマスミント。これですね、ハロプロに加入している5つのグループすべてございました。ね。あの、まあ、私、まあ、椿ファクトリーもね、好きなんですけど、朝倉キキちゃんの赤いリボンが、まさに、魔法、ね、使いじゃないですけど、キキちゃんみたいですし、まあ、あの、今、公式の、YouTube 動画とかですね、まあ、プロントグループからも案内出ておりますけども、5つのグループとも、すべて DVD マガジンとして、この今回のプレモニとかですね、モーニング娘。ですと、とかいろんなクリスマスイベントも出される予定でございます。私ちらっと見てもう印象的だったのが、あの、ビヨンズですね。で、こう、ダンスをどんどんしながら、こう、メンバーがどんどんダンス、振り付けを付け出しても覚えて次の人につなぐという場面で、あの、西田しおりちゃんが、うふん、あはーんとか言って、こう、ぶりっこするんですよね。で、次の、つなげる人が、江口さやちゃんで、さやちゃんが怒っているという場面がですね、あの、公式の動画に上がってて、さあ、さやりんはね、どのような対応したのか、楽しみでございます。いや、ね、こういうね、まあ、ファンクラブ入って、まあ、余談ですけど、いろんな、あの、ファンクラブイベントとか、まあ、バースデーイベント。で、クリスマスイベントも行われてますけど、なかなかね、やっぱ九州住んでると、その点のね、参加のしやすさとかいうのはね、申し訳ないんですけど、やはり利点はちょっと少ないんですけれども、まあ、ただ、その、ライブのコンサートチケット先行予約とかですね、ファンクラブ限定のグッズなどを買えるのが、まあ、魅力でございます。そして、9番目、ラストでございますが、まあ、これは毎月ですね、毎回ですね、恒例で、こう各グループのこうパーソナルの面ですね、ハマっていることとかですね、おすすめソングファッションとか似顔絵リレーというのが今回もございます。今回はですね、ジュースジュースの皆さんです。ね、ヤフゾー松永リアイちゃんと高木さゆきちゃんで、タコちゃんですね、工藤ゆめちゃんと南原ルルちゃんですね。まあ、内容はまあもちろん紹介いたしませんが、これネット上でも話題になってましたが、なんと、誤植がございます。松永リアイちゃんの愛の字が2つあります。まあ、リアイ愛と書いて、ヤフソーという説もあるんですけれども、まあ、あの、今回、このファンクラブのですね、開放を見られた方は、そこら辺もね、注目をしてください。ということでですね、以上内容は、以上の通りでございます。もちろん詳しい内容はちょっと言いませんので、まあ、私の感想とかですね、今後のまあ予定、分かっている予定などを中心にお伝えをいたしました。ぜひですね、ファンクラブ開放し、いろんなまあレポート結構詳細にも載ってますし、セットリストもね、出てますので、そしてこの開放誌でしかわからないパーソナル部分も楽しめる一冊となっておりますので、ぜひ皆様、もしね、ファンクラブに入れる、いられる方は、ぜひこうした特典もですね、お楽しみにして加入していただければと思います。それでは、今回以上ですね、ハローマガジンの2021年の冬をご紹介をいたしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また今後ですね、写真集の話題も、まあ、出す予定ですし、いろんな、ハロプロの話題も、まあ、いろんな私の感想なりですね、もしくはいろんなこうイベントのレポートになったりを頑張ってまいりますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いします。それではまた今日もですね、推しのために働きましょう。最後までありがとうございました。